激闘を前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。ジグナルイドゥナパルクへようこそ。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ドイツからお送りするブンデスリーガの一戦、ボルシア・ドルトムントがヘルタ・ベルリンと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。ボルシア・ドルトムントは観客動員数で世界一になったこともあります。ベストファーレンの雰囲気はものすごいですよね。はい、あの声援は選手を奮い立たせてくれますね。さあ試合が始まります。まずはボルシア・ドルトムントのキックオフです。自陣内でパスカット、攻撃を断ち切ります。見事なスルーパス、よく止めましたがボールはこぼれています。決まった、ゴール、ゴール。豪快なボレーシュートでスタジアムを沸かせました。このシュートにキーパーはよく反応しましたね。しかし弾いたボールに味方のフォローがなかったため相手に決められてしまいました。こういうファインプレーには周りが応えてあげないとダメでしょう。1点のリードが余裕を与えていますね。同点だった時よりも落ち着いています。試合時間は前半4分、早くも先制点です。ロレンツォ・ペレグリーニ、ここはドリブルで前に出ます。ドディ・ルケバキオ、味方にパスを出します。優勝争いも絞られてきましたが競ったシーズンになりましたね。上位チームの間にはあまり力の差がありません。これはあるぞ、キーパーが飛び出してボールを拾う。ジェイドン・サンチョ、ボールはそこへ、ロイスに渡った。ボールがこぼれている。ジェイドン・サンチョ、ボルシア・ドルトムント、パスをつなげない。スペースに見事なスルーパス、スルーパスでしたが合わないか。無理につなごうとすると危ない場面です。ここは安全にクリアしました。このプレーはオフサイドです。そっこ、ロイス、絶妙のスルーパス。ハーランド、早くも同点ゴール。試合開始直後からご覧の激しい攻防、両チームとも前半から全力で勝ちに来ている様子がうかがえます。
ゲームの流れを先に掴んだチームが優位に立てそうですね。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。ファールを取りません。流しましたか。ここは試合を止めます。フリーキックですね。マテオ・ゲンドゥージ、ウィリアムズ、最高のボールが出た。これはキーパーのスーパーセーブ。いやー、よくあそこに届きましたね。監督は今のでリードできなかったことについて不満な様子ですね。もう一度チャンスを作ればいけると思います。同点に追いつきました。ゴールシーンをもう一度ご覧ください。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。フォルクスワーゲンアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがボルフスブルクに生まれました。現在スコアは1対0、時間は23分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上、他会場の動きをお知らせしました。チャンスです。ゴールには誰もいない。ゴール、ゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。映像が来ました。ボールを奪ってからあっという間の攻撃でしたね。相手は対応が遅れています。そして強烈なミドル、ネットに豪快に突き刺しました。キーパーも反応できませんでしたね。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス、判定はフリーキックです。間を置かず再開します。オフサイドの判定です。さて、ここでお知らせです。他会場で行われている試合でスコアに動きがありました。はい、1点目のゴールがバイエルンに生まれています。現在スコアは1対1、時間は31分を過ぎたところです。わかりました。経過報、抜いた。周りを確認したい。通っていればチャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合いませんでした。ボールを奪われました。これは見事に奪いました。華麗な個人技。ディフェンスはたまりませんね。マテオ・ゲンドゥージ。裏も見えていたのか。スルーパス通るか。ゴール。試合は振り出しです。さあ、映像が来ました。ワンツーを効果的に使ってきましたね。そしてこのシュート、2対1の場面を作った時点で勝負ありでしたね。監督の喜びが伝わってきます。このゴールで追いつきました。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。さて、フォルクスワーゲンアレーナで行われている試合に動きがあったようです。スペースがある。チップシュートで決めた。
映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。最後はキーパーをよく見て浮かせてきました。賢いというか狡猾というか憎いプレーですね。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ここまでのポゼッション率を見ればドルトムントがボールを支配していることがわかります。しかしほとんど攻撃らしい攻撃ができていないんですよね。同点に追いつくためには、チャンス来た。これは出し手とのタイミングが合いませんでした。味方をうまく使います。このシュートはディフェンスがブロックしています。コーナーキックになりました。追加点を奪えるか。中を狙うか。クリアしきれません。ドルトムントのフリーキックでゲームが再開されます。いい位置でカットした。タックルを仕掛けた。これは危ない。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対2。ゲームはハーフタイムに移ります。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。この選手のプレーがひときわ目立っていますね。チームメイトからすればこういう選手がいると勇気づけられると同時に自分も頑張らなきゃって気になりますよね。よく止めましたがボールはこぼれています。ヘルタベルリンのリードで残りは45分。さあ後半です。ドディ・ルケバキオ、ボールはベジェリンへ。パスが通りません。さあどうする。何を狙うか。止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。ようやくやってきたチャンスにサポーターも声を上げています。入れば同点ですのでこのコーナーはしっかり狙っていきたいですね。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ボールを大きく押し出します。イニャキ・ウィリアムズ・ダニス、ボールを持って上がります。今のパスを止めていなければあわやという状況でした。福西さん、パリ・サンジェルマンはついにお目当ての選手を獲得しましたね。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。絶好のチャンス、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたがまだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。別の角度からご覧ください。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。ドゥイエ・チャレタカー、マテオ・ゲンドゥージ、相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。さてフォルクスワーゲンアレーナで行われている試合に動きがあったようです。はい、3点目のゴールがボルフスブルクに生まれました。現在スコアは3対0。時間は59分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の動きについてお知らせしました。
きが激しい。これは見事に奪いました。このシュートはブロックされました。ウィリアムズ、ここはうまくボールを取りました。ユリアン・ブラント、流します。ドルトムントに対してファールがありましたが流しました。これは怖いスライディング。コーナーキックになりました。コーナーから中へ。チャンスをものにできず、監督ももどかしい思いで選手たちを見つめています。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。さて、ここでスタジオから情報が入ってきました。フォルクスワーゲンアレーナで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、アウェイチームが最初のゴールを決めました。現在スコアは3対1、時間は69分を過ぎたところです。わかりました、どうもありがとうございます。ロレンツォ・ペレグリーニ、絶好のチャンス。これで点差は1点。試合がさらに動いてきました。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。組織的なディフェンスを期待していた人は肩透かしを食らったかもしれません。どちらのチームも大量にゴールが生まれています。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。決定的なチャンスでしたが、これはゴールキックになりました。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。さて、他会場の試合でスコアに動きがあったようです。はい、2ゴール目がバイエルンに生まれています。現在スコアは2対2、時間は78分を過ぎたところです。このシュートで追いつけるか。うまく狙いましたが惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたが、もう少しでしたね。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。ボールを持って上がります。ウィリアムス、思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠きました。横にそれたんですね。ただ入ってもおかしくないシュートでした。シュルツ、止めません。プレーは続いています。ドルトムントそのまま行きます。タックルで攻撃を切りました。ただし相手のスローインです。主審が選手を指差し、先ほどのプレーに対してイエローカードを出します。アドバンテージを見ていたようです。少し軽率なプレーでしたね。ドディ・ルケバキオ、サイドへパスを出します。いい連携です。マテオ・ゲンドゥージ、スペースへのボール、ここは打てるか。シソコ、アーリン・ブラウト・ハーランド、残り時間はあとわずか。ボルシア・ドルトムントは同点に追いつけるか。ゴールキーパーがうまく前に出ました。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はアウェーチームが勝利しました。チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。こういう試合で勝ち切れるチームは強いですよ。次節にも期待しています。